こんにちは、OK ジャパニーズです。今夕方です、映像で見ている人には綺麗な景色が見えているかなと思います。ポッドキャストで聞いている人もこんにちは。今日は青春についてお話しします。青春です。この場所はね、いろんな人が座って川を見ています。ここはね、今人がいないところで撮っているんですね。ね、迷惑ですからね、うん、みんなが川を見ている。なのにいきなり一人で話し始める。一人で話しているね、怖いですよね。はい、ということで遠くに歩いてきました。だけど少し、向こう側に歩くと人がたくさん座っています。仕事の途中の人、夫婦、犬の散歩をしている人、一人で休憩している人、たくさんの人がいます。それで僕がさっき歩いて通ったのは二人の学生、女の子と男の子、高校生ぐらいかな、15歳16歳。夕方の川を眺めながら二人で座っていました。これが青春ですね。これが、みんなが考える青春、そうだと思っていいと思います。僕はそう思います。僕にそういう青春はあったのか、そういう青春を学生の時に送っていたのか、答えはノー、いいえ、送っていません。予想していましたか、予想していましたか、そう思いましたかね。どうですか、 あなたは青春はありましたかね。え、学生の時に、そういうことがあるとすごくいい思い出になったりしますね。うん、青春ってそういう若いね、若い人たちの素敵な時間ね、それを青春と言いますね。でも、青春は誰にでも訪れます。誰にでもやってきます。年齢はあまり関係ありません。どんな年齢の人にも青春はある、僕はそう思っています。例えば僕の母親の話をしますね。母親、僕の母親は昔の時代に生まれましたね。昔の時代は、家族が厳しいです。そして兄弟がいました。兄弟がいて姉がいる、ね、そして兄がいる、ね、でその下に母親がいる、つまり妹、一番下の女性ですね。大変な時を過ごしました、ね、そして僕の父親と出会い、そして結婚、ね、そして僕が生まれました。姉も生まれました、ね、でそれで青春ですね、何が青春なのかというと、母親は50歳60歳ね、そういう時だんだんとこうやりたいことができるようになりましたね。母親は裁縫、布ね、ミシン、ソーイングマシーンね、ミシンを持って服を作ることができるね。で服を作る教室に通う、僕たちが大きくなってから教室に行き始めました。そこで自分のやりたかったことができるんですね。自分の作りたいものを作って、自分の行きたいところに行くね、そういうことが
昔よりできるねことになった。そしてその教室で友達もできるね、知り合いもできる、だからすごく楽しいですよね。それはできなかったこと、できなかったことができる、だから僕たちは母親のそのことを青春だねと言っていましたね、家族で。今青春時代だね母さんなんて言っていました。なので、どんな年齢でも青春は来ます。そういうことですね。はい、日本の映画で青春を描いたものはたくさんありますね。例えば何でしょうね、君の名は有名な映画、スタジオジブリの映画ね、スタジオジブリの映画、やはり、青春時代、その時のお話がたくさんありますね。だから、多いのはそういう若い時のね、青春についての話が多いですね。はい、さあ、あなたの青春時代はいつですか？今ですか？もしかして、子育て、子供を育てて自由な時間ができて今日本語の勉強している、今僕の青春だ、私の青春だね、そういう人もいますよね。今学生の人もいますね。好きな人がいる、好きな人はいない、でもいろいろやりたいことをやっているとかね、今やりたいことはできない、けどいつかやりたいことをやる、その時の青春に向かって頑張っている、そういう人もたくさんいますよね。ね、日本語今勉強して日本語を話せるようになりたい、そしてあなたが日本語を話せるようになったら日本に来るね、そして日本で生活する、それが私の青春、そういうこともありますね。そういう話も面白いですね。ワクワクしますね。聞いてみたいなって思います。そう最近ですね、皆さんの話を聞きたい、そう思っています。どうしようかなって考えてるんですね。で、今一つ考えてるのはオンラインで会話のミーティング、会話のセッションをする。例えば30分ね、40分、少ない人数ですね。僕と例えば1人2人3人4人3人ぐらいかな、全部で4人、4人でオンラインで会話をする、そういうことを面白いかなと考えています。どんな話をしてもいいでしょうし、例えばトピックを決めてね、この日に僕は、日常生活のについての、オンラインミーティングをします。そして参加したい人はこの日応募してください。そういうサービスはどうでしょうかね。もしあったら興味がありますかね。最初は少ないお金でやって、少しずつどれぐらい価値があるのかを考えたいなと思っています。もしそういうことがあったら参加してくれますか？教えてくださいね。他にもっとこういうものが欲しいとか、こういうものがあったら僕はお金を払いたい、そういうことがあって、そういうことがあったら教えてくださいね。僕にできることがあったら知りたいです。はい、じゃあ今日はこんなポッドキャストでした。ありがとうございます。さよなら。